ドジャース9月の対戦相手弱小球団と11試合もある。これ大谷50-50いけるわ。ロッキーズと6試合は反則やろ。 W パドレスと直接対決もあるんやな。逆に直接対決これだけなんかメジャーで優勝争うの大変やな。8月31日からダイヤモンドバックスとの4連戦なのであちあちや。頭の D バックス3連戦は天王山やな。下手したらスイークされる。エンゼルス戦で3本くらい言っちゃえ。ダイヤモンドバックスとの4連戦でスイークされたら首位陥落。あーはよ、エンゼルのひょろがりぼこりてえ。アリゾナとサンディエゴに全敗したら脱落あるな。ジャイアンツ戦はもうないのか。独走状態で優勝してもヒリヒリしてないからね。大谷が望んだ通りの環境にしてやったぞ。それが今のゲーム差や。明日からの D バックス戦面白そう。ロッキーズ戦でに3本は打っときたいね。アリゾナに全敗したらアリゾナの優勝、2対2以上ならドジャース優勝、終わり。相手が左の時は大谷、フリーマン以外の左は外れる可能性高いよ。ご視聴ありがとうございました。